皆さんこんにちは、こんばんは、お久しぶりでございます。ちょっとね、前回のね動画から間がね空いてしまいましたけどもね、久しぶりに配信ということになりました。今日ねこれ撮影しているのはね2017年の3月18日ということで、18、19、20とね、3連休ね、楽しまれてる方ねもうおられますし、お仕事されてる方もおられるかなというふうに思いますけども、今日18日なんですけども、ちょっと前のね、3月16日、実はね私の誕生日でございました。イエーイということでね、たくさんのね方からツイッターとかねダイレクトメールでねお祝いのねお言葉をねいただきました。ありがとうございます、感謝しております。はい、ということでね、そんなねお誕生日があったわけですけども、実はねお誕生日プレゼントをねいただきました。もうねこの袋を見てパッと気づく方は気づくんですけどね、もうこのマークでわかりますよね、これね、スターバックのマークでございます。はいね、私もスターバックスね好きなんですけども、プレゼントいただきました。じゃあね早速開封していきたいと思います。はい、じゃあね早速ね開けていきましょう。はい、袋をねまずね取りますね。はい、で中からねこの茶色い箱が出てきました。ちょっとね光の加減で分かりづらいと思いますけどね、スターバックスのねこのねマークロゴがね書いてありますね。いいですね、このね茶色のねこの箱がね、なかなかシックな感じで好きでございます。じゃあね開けていきましょう。はい、もうねサムネイルでねもうちょっとねだいたい分かってると思いますけども、はい開けていきますね。いきますよ、せーの、はい、ということでイエーイ出ました。はい、中に入っているのはですねこのスターバックスのこのねタンブラーね、タンブラーね、これが入っております。後でちょっと詳細見ていきましょう。それからもう一つね入ってるのはねこのコーヒーでございます。ちょっとね箱ね横に置きます ね入ってるのはこの2つでございます。もうね開けた瞬間にこのコーヒーのね香ばしい香りがねふわーっとしてきてますね。これはいいですね。はい、ねこれはね、パイクプレイスローストということで、ココアやこのいったナッツの風味がほのかに感じられるバランスの取れた滑らかな口当たりのコーヒーですということでね後ろに書いてございます。はい、いいですね、ミディアムローストということで、はい、250g ね、これも持ってるだけですごいね香ばしいいいね、このコーヒーの香りがします。これねまたちょっと私コーヒーね大好きなもんでちょっとねこうリラックスしたい時にねこれをね飲みたいと思います。はい、ありがとうございます。これねコーヒーね 250g も入ってるということで ね素晴らしいですね。ちょっと置いときますね。でこのねタンブラー、これね私にこのスターバックスのねこのタンブラーがね欲しかったんですよ。私ねこういうタンブラーとかねあの集めたりね水筒とかねこのマグボトルとかねいうのね、たくさん持ってるんですけども、その中でもねこのスターバックスのねこれがね欲しかったんですよね。スターバックスさんのねこのタンブラーシリーズもねたくさんね種類ありますよね。はい、その中の一つをねいただいたということで、まずねちょっとこれはねなんだろう、これはもう取っていいのかな。ここねちょっとね、ラベルがあります。まあまあ全体見てみましょうかね。スターバックスのねこのねラベルが貼ってあります。はい、上はこんな感じでね、下は特にね、ラバーとかそういうのはないですね。じゃあちょっとね、これ、ラベルをちょっとね、取りたいと思います。はい、よいしょ。ペロリン、ちょっと、あ、もう一個貼ったのかな。これ取れるの、あ、これで取れますね。で、いろいろここにね、ステップ123という、なんかこう書いて、インストラクションがね、書いてあるんですけども、どうもね、この中のこのね柄、これをね変えれるみたいですね。あ、それのね説明がねここに書いてます。中のね紙をねこう変えたりね取り替えたりできますよということです。ということはですね、これパポッとこう回すとですねこう開くということですね。はい、でここでねこう二重構造になってここのね紙を取り外してね自分の好きな好みのものにも変えれますよということのようです。ね、
なかなかいいですね、このメガネのね、この柄が、ね、私もこれメガネかけてますけど、はい、こう柄がね、メガネの柄になっております。はい、なかなかいいんじゃないですか。これね、面白いですよ。これね、ここにね、書いてあるの、柄がね、ここもスターバックスって書いてある、こう白い布だけ、背景がね、でこれがこう入ってるだけで、こんな感じですね。はい、で、肝心のね、この中身の方を見ていきますけども、飲み口はね、こうスライドするタイプですね。ここにね、わかりにくいな、これちょっと光で、ここね、スターバックスってね、こう、スターバックスって書いてあるね。で、こうね、スライドしてこうね、飲むパターンですね。で、これね、蓋は特にこう、ねじ込むじゃなくて、これね、蓋はね、こう、シールがね、こう、パッキンができ、ね、こう、パッキンになってますから、取るときは、ここの、ベロっていうかね、こう出っ張りのとこをこうパッキンとね、パッキンと取ると、パッキンだけにね、こういうのも入れときましょうね。はい、で、中を見ていきますと、はい、中にね、ちょっとね、中入ってますね、これ。はい、中はね、こんな真っ白の、こんな感じです。はい、結構ね、容量ありそうですね。で、見ていきますと、2つ書面があって、1つはこの、マイスターバッグタンブラーの説明書ですね。材質だとかね、温度ね、温度条件なんか書いております。耐熱温度が100°C、それから、耐冷温度はマイナス20°C まで、入れれると、外ね、内側は内側カップが耐熱が120°C で、マイナス20°C だから、結構ね、熱いもの冷たいものね、たくさん入れれるみたいですね。うん、はいはいはい。で、スライド部分も外して、取り外して洗えますよということで書いてます。で、もう一枚入ってました。これがね、いいよ、これ。これね、入ってました。何かというとね、これは、このね、この剣を、このね、タンブラーと一緒にね、持っていて買うと、まあ、お好きなドリンク一杯がね、ちょっと割引されるというね、こう割引券がね、入ってます。これいいですね。ね、飲みたいね。コーヒースターバックス行った時にね、これをちょっとね渡すとね、この量満タンに入れてもね、値引きしてもらえるというね、この券が入っております。特に有効期限はね書かれてませんので、もうねこれいつね持っていて使ってもいいような感じのねチケットになっております。ありがとうございます。嬉しいですね、これね、スターバックスのねやつね、これね中蓋ねこう外れますということで、はい、でこれパッキン結構ねしっかりはまってるんで、これこうもしねパコッとこう倒してもね大丈夫そうな感じはしますね。ちょっとまあここのスライドがね緩いですけどね、大丈夫な感じです。あ、これねいいね、これちょっとなかなかテンション上がるよ、これでね、冷たいもの熱いものね、今まだね熱いホットなねものがいいですけどね、これから夏場にかけてね冷たいものをね飲む時もね、これ結構いいんじゃないかなと思います。どれぐらいねちょっと熱いのが継続できるのか、冷たいのが継続できるのかっていうのはちょっと分かりませんけども、容量は 473ml ということなんで、まあ普通の缶ジュース1本をね 350ml とするならば、まあちょっと上に余裕があるぐらいね、 500ml のペットボトルだとちょっと余っちゃうぐらいな感じのね、サイズになっております。いやこれ嬉しいね、これとねさっきのこのコーヒーね、これをまあドリップして、ここにねこうドリップして飲むのもいい ね、これを飲むためにね、新しいフィルターと、それからあのフィルターのこう受けるね、なんていうの、名前が分かんないけどこうね置くやつあるよね、ドリップするやつ、あれもねちゃんとね新しいやつ、ね、これに合うやつを買ってきました。はい、楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、3月16日、私のね誕生日にスターバックスのねこのタンブラーとコーヒーをねプレゼントでいただきましたというご報告でした。もう誕生日はね過ぎましたけども、まだまだよかったら誕生日プレゼントお待ちしております。はい、嘘ですよ。あのね、お祝いのコメントもねまたいただければ嬉しいなと思います。皆さんもね自分の誕生日ねいろいろもらえたらね嬉しいですよね。はい、ということで、今日は誕生日プレゼントにスターバックスのね
コーヒーとタンブラーいただいたという動画でした。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。